あ、開いた。何、どこ行ったの？何がしたかったの？ステージ21、ダンシングフラグ。かわいい左右の子たち。一人元気がないね。水をあげればいいってことか？え、めっちゃばらまいた。あ、でもこれで大丈夫？空の瓶が手に入ったけど。ん？虫。ホタルや、ホタル。あ、嫌なのか。なるほど。ダメっぽい。上にもなんか、ん？ライトがあるけど、別に何もできんっぽいね。じゃあ普通に、とりあえず先にお水をあげる。そして、ホタルが飛んできた。え？で、取れんのよね、別に。ん？これ左右の子たちは別に何もできないのか。うん、何もできないな。お水あげて、で、元気になりました。瓶が、瓶が戻ってきたことの何か意味あるの？ここにはめるとか。違うな。これに入れる。瓶に入れて、明かりにする。そういうこと。ホタルがちょっとかわいそうだけども。ステージクリア。はい、ステージ22、ぎゅうぎゅうフラグ。屋上花火大会。6階。ぎゅうぎゅうフラグ、大バーゲンがあるっぽいな。ん？バッチが、あ、今のあれじゃない？このエレベーターの、エレベーターのボタンっすよね。え？はまらないんだけど。え、合ってますよね。あ、こういうこと？アップにせんといかんのか。うわー、暑苦しい。めちゃくちゃ暑苦しい。でもこれで地下にあの人たちは行った。筋トレグッズ大バーゲン。来たけど、そのまま行けばいいってこと？おお、行けた行けた。え、めちゃくちゃシンプル。超絶シンプル。ステージクリアー。ステージ23、エアロビフラグー。おお、なんかきっちりきっちりしてる格好。この後ろのボール取れそうな気するんやけどな、取れんのか。何？ポーズ？ポーズを取らないといけなかったな、今。めっちゃ怒られてる。失敗。ポーズを決めるね。はい。違う。
あの間何回も変えれるってことか、ダンっていうまで。よし来い。こうか。オッケー。よし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 。あー、やった。パーフェクト1回しかなかったけどね、別に。これでクリアってこと？あ、まだか。え、違う。違う。まだ続きがあった。クリアーってなるもんやと思ったよ。あ、今のだ。あぶねー。あぶねー。あー、終わったー。めっちゃ神経使う。クリア。ステージ24、公衆フラグ。ニンニク。ねえ、あのおじさん目隠ししてない？目隠し状態で作るの？これは公衆フラグだな。こっちじゃね？どうぞ。まあでも普通に美味しそうなんだけどもな。それもニンニクだぞ。めちゃくちゃ食べるやん。めちゃくちゃ食べるやん。あ、全部ニンニクを使い切らせるってこと？さあ食え食え。まかないがあるよ、まかないが。勝手に店の人のまかない食べるやつ。ならこの店に来るんじゃねえよって感じやけどね。メニューニンニク入ってるやつしかないやん。何、デートできたの？彼女側がニンニク料理が食べたかったんかな。そういうことかな。ステージ25、水たまりフラグ2。これは寒そうだな。凍ってるね。凍ってますね。この凍ってるのを割っておく。え、これ何？これ何？スコップじゃないの？何なんだろうか。あ、なんか呼び出せる。家の人呼び出せる。え？呼び出した時になんかできたんかな？もう一回呼び出す。あ！でも呼べるってことはなんかできるってことよね。あ、スケートに行く人？だったのか？これで行けるんじゃない？そんなことする必要はないけど。おう、なんか足を痛めたようだ。ダメじゃねえか。え、なんだ、じゃあどうすればいいんだ。これさっきまでさ、絵あったよね。なんでこれだけになったん、先だけ。あ、これでここを崩す。で、崩したら窓が見えてくる。お水。お水？がなんでいるんだ？ここにかける。あ、ひびがなくなって、ちゃんとなるってこと？それで、これを着て進めばいいんかな。わざわざこんなことをする必要性が全く感じられないけど、家の人呼ぶ必要は何もなかったんやね。なるほど、ただ嫌がらせで呼んだだけか。ステージ26、ラプンツェルフラグ。ラプンツェルフラグ、
ラプンツェルもいまいち話を覚えていないと、なんか塔の上に軟禁されとる子やね。取れるのこれ。あー怒られるおばあさんの方どうにかせんといかんのよね。まずということは、いや何もできないんだな。上なんか鳥に何か意味はあったのか今の全く意味がわからないんだけども。これで髪をきれいに溶かす。おお、ツヤツヤになった。全然届いてないところまでツヤツヤになった。ツルツルすぎて登れんのやねん。これ葉っぱの後ろになんかありそう葉っぱの後ろになんかありそうよ。これ確実になんかあるよ。ってことはなんかここを、そこの葉っぱを何かどうにかできないか。おばあさんをきれいにしてあげることはできないのか。くそ、見てない。後ろ向いとる時に取りに行けばいいってことか。タイミングの問題。あっとったあっとった。でこれをつるを払ってん、なんか髪の毛回収されエレベーターある。えそんなえ髪の毛を伝っていくんじゃないのね。髪の毛ゴワゴワだな。やっぱりサラサラにしてもらった方がいいんじゃないかステージ27、寝るのフラグ。あ、寝るな、寝たら死ぬぞ。うわ、なにこれ。頑張れ頑張れって。危ない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 。これって何がいいの。え、大丈夫そう。死んだ。凍ってる。あの一番下の部分は凍るっていうことよね。あれ雪の結晶みたいな。待って、どこに留めるんだ。ここの部分に留めとかんといかんってことよね。でも上は上でいかんのよね。寒い寒い寒いよ。よろしくないよ。ほら上は上で多分あの危険なんよ。大丈夫、いけた。あ、救助に来てくれた。よかったよかった。こういうなんか何のひねりもないシンプルな感じの私めちゃくちゃ苦手なんやけど、わかる。ただ単にこう自分のなんかねリズム求められたりとか、なんかこういうタップだとか苦手やなダメやな。ステージ28、容疑者フラグ。容疑者フラグっていう小説なかった、なんか気のせいかな。え、あったよね確か。なんかこのミステリーがすごいみたいな作品に選ばれてなかったっけあったような気がするよね。え、違うか、容疑者じゃ真犯人フラグか。あれや、まあ、私が見よったドラマや。あれは小説もあったんかな。あったんなら読みたいとか今更ながら思いよるけど。ん？これはこのままじゃ自分が犯人にされてしまうってことよね。このおそらくケチャップなんやろうけど。この人なんか雪じゃないんか。家の中に雪なんかめっちゃ入ってない？この人の顔を出しておいて、スリッパ。この人寝とるだけやないん。
あ、開いた。何、どこ行ったの？何がしたかったの？え、な、何事？このスネイルだけやろう、絶対。ほら、トマトジュースこぼしたやないん。コップ。きっとそうやと思うんやけどな。あ、これで畑が取れる。これ、ホコリってこと？どんだけ誇っとんやん、雪かと思ったやん。綺麗にしていきよったらなんかあるんかな。あれ、畑、あ、起きた。掃除して時間稼ぎしよったら起きるってことか。よしよし、うん、死んでないとは思ってたよ。ステージ29、真実のアイフラグ。なんか急に出てきたことない女の子出てきたけど、なんか誰だい君は。お、やってきた。その女の子のことが好きな人か。ん、なんか女の、今のは男の人にバラを渡したっていう解釈になるのか。その子にバラを渡しなよってことかと思ったけど違うんか。あ、じゃあこれでちゃんとこの人がバラを、え、違うの。違うのか。ん？同じパターンになるよね。なんか後ろの噴水、石みたいなの挟まっとる？小石みたいな。あれ？これこれ。これで水が出る。あ、なんかバラめっちゃ増えた。え、二人に渡すな、二人に。あ、あっちの、なんか木の下にもバラ落ちとる。あれもか。あそこのヒビも気になるな。壁に入っとったヒビ。待ってよ、とりあえずここ。はい、バラ出てきた。はい、バラで、ある、バラ。で、ここのヒビは？え、バラゲット。お、花束になったよ。花束になったけど、これで？あ、どっか行った。真実の愛。自己愛ってことっすか。あー、クリアなんや。そういうことなんや。へえ。ね、次のステージないよ、これ。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと？あ、出てきた。なんでさっき出てなかったんやろ。なんか条件があるんかと思った、解放される。ステージ30、クローンフラグ。60年後。また若い人生を始める感じですか？クローンに引き継いで。なんかパスワードあったよ。パスワードを入力して、なんか足の部分 90% やけど。で、なんか足 90% やけど、いいの？なんでそこ 100% じゃないん？大丈夫？なんか足りてないんじゃないの？足りてるの？うわ、なんかいっぱいおる。あ、でもやっと 90% までこぎつけたってことなんかな？今。夢落ち。夢落ち。なんで枕2つあるんやろ。 Thank you for playing Life is beautiful。 なんか後ろに男の子おるよ、怖い。何あの後ろの。え、なんかすごく何もしっくりいかないイラストやけど。でもフラグ回避やけん、クローンになる未来を回避したっていうことなんかな。
わからん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ものすごくよくわからん終わりやったな、まあ、結局ナルシスト誰かと結婚するわけでもなく、もやっとかな